困難救助隊の初代隊長の黒田武弘です。困難救助隊というのは、結婚したいのに、できずに生涯を終えてしまうという人が、できてしまっているというのはどういうことなんですかということを、こう訴えたいし、お願いしたいってね、なんでこう結婚したい人は結婚できるようにしてくださいっていうね、そのお願いの動画を続けてます。もうね、一生涯ね、結婚したかったのに結婚できずに死んでしまった人も多く出てます。出てるはずです。何でも続いてますから。そんなのに一方でこの不倫とかね、結婚妻子がいたり結婚したりパートナーがいるくせに、不倫してたりするバカな人間が、そういう結婚したいのに結婚できない人を作ってしまってるっていう、そのいびつさですよね。そういういびつさがこの日本って国を、年々ダメにしてるんでしょうけどね。そのダメにしてる要因がやっぱりこう1970年80年代から90年代、一瞬ですね、一瞬ちょっと長いんですか、そのバブル時代とか、そういう日本はね、このもてはやされた時代がありますけど、そこからどんどんこう、下がってったというね。これはやっぱりね、逆説的なんですけどね、あんまりこうだから男女の、今主流の意見になってる男女差をなくすとか、男らしさ女らしさをなくすようなジェンダー平等とかね、雇用機会均等法とか、そんなのを始めて、どんどん始めたあたりからどんどんこう社会がおかしくなったじゃないですか。だから、昔はね、それはね、いろんな人がいましたよ。だけど、不祥不随みたいな感じでも、なんすか、そっちの方がね、男らしい女らしいがはっきり分かれてても幸せだったんですよ。で、子供もできてた。それがね、今その女性のね、地位が強まれば強まるほど、あれじゃないですか、一方で援助交際とかねする女とか、女が悪ければ男も悪いんですよ。これ共謀ですから、共犯ですから、結局は。だから女のことを悪く言えば男のことを悪く言うのも同じことなんです、これ。お母さんから出てくるんですから、男も女もね。だけどそれでね、逆にこうなんですか、こう悪口とか暴言っていうか、なんかなんつうんだろうな、そりゃね、悪いこともしてないのに弱い人をに悪い言葉入っちゃいけませんよ、傷つけたりしちゃいけませんよ。だけど悪いことをしてたり援助交際してたり枕営業してたり不倫してたり、そんな男や女をとっかえひっかえしてるような、そんな人間に何にも言えないような、そんなこうトリックを使うなっつうんですよね。そんなのはこう、怒られるどころか引っ叩かれたって当然なくらいなんですから。そんなのにそんな人、そんな悪いものばっかり、悪いことしてない人と一緒に見ちゃって、そういうなんつうんですかね、卑怯な手段が、隠されてるんですね。それも言いたい。そんなのの蓄積で結婚したいのに結婚できない人が結婚できないまま死んでしまうっていうような世の中になっちゃったんですから。だからもう何度も言いますけど、こう奥屋美蘭の隣に不倫した浮気した一般のね、男女の名前を書き連ねろと。どっちも悲しいことですから。だから実名でこう、でもそうするとね、みんな開き直っちゃうんですよね。それが難しいんですよね。なんとかしてね、もう、なんかこう、罰をね、天罰を与えてほしいですね。こう、不倫してるような男や女には、こう、芸能人とかだけじゃなくて、政治家とかね、一般人もね、そんなこともあるんですけど、で、LGBTQ とか LGBT とか、Q ってわけわかんないですけどね。旧館長かとかね、旧館長に失礼ですけどね、お化けの Q 太郎かって言うと、お化けの Q 太郎は毛が3本とかね、
なんだか本当にこう、うん、何の話してたんですか。旧旧だから旧館長旧太郎旧旧何の話してたんだ今。うん、ちょっとね、うん、こうかなりね脳みそがちょっと、うん、よくねこの犯罪者もね、分かんなくなってる人は助けられますから、こう精神的にね変だったってことでね、私もこうド忘れで言ってますんでね、罪になりませんので何言っても私の場合ね、もう忘れちゃうんだよこれね。だからこう忘れちゃってんじゃんこれね、しょうがないですよね。こう、裁判でもね、そういうことになってますからね、そういうね、人がこう変な精神状態でね人殺めちゃっても精神鑑定とかされてね、とにかく不倫したね、不倫の話だったんですね。不倫したような人間はもう本当にねダメです、もう人間としてもダメです、マッチでーす、もうダメです、もう、ジャニーズ事務所を退所した云々の問題じゃないし、もう人間としてもうダメの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 ダメです。瀬戸内寂聴なんかね、もう天台宗もね坊さんになってこう剃っちゃってね、もう99歳で白寿だそうですけどね、晴海の時はね本当にこうだ、そういうダメですよ、もう本当に TBS にしてもね、あの何でしたっけ、あの金妻でしたっけ、金曜日の妻たちでしたっけ、あんなのでね、あの日本人の精神を破壊してったわけですよ。だ多分ねどっかの外国のねスパイなんでしょうね、あのだから何でしたっけ、中国のアヘン戦争と同じですよ、あれアヘンの代わりにあのアヘアヘにしちゃってね、男と女をね、スケベ野郎とスケベ女を、スパイが養成しちゃって、そんで日本をダメにしたんでしょうね、だからみんなダメになりますよ今。だから性病もね、梅毒からエイズから、新型コロナウイルスもね同じなんですけど、実はね言ってないだけでマスメディアがね、なぜかというとマスメディアの人たちがスケベ男とスケベ女しかいませんから。であとあのなんだっけな、子宮頸がん、ああいうのもねみんなこの性感染症ですから、あの新型コロナウイルスも食べてペチャクチャ言うだけで感染するんだったら、これ男と女がね不特定多数でなめなめしてたらね、これなっちゃうに決まってますよ。だからこの言えないんですよこれ、どっから感染したか分かんないって言うんですよ。で家族感染とかその後ですから、で家族を悪者にしてその前はあの隠すんですね。本当に汚い国ですねこの国はね、日本って国はね本当にねとんでもない国ですよ本当に。援助交際に枕営業に、アメリカの皆さん聞いてます、日本も分かんないでしょ、中国の皆さん聞いてますか、日本も分かんないでしょ、ロシアの皆さん聞いてます、インドブラジルの皆さん聞いてますか、これ北欧の皆さん聞いてます、日本そんな汚い国なんですよ、この援助交際に枕営業に女が特にバカでね。でどうしてかっていうと、男と女でもう団塊の世代からその前あたりがみんなぶっ壊しちゃったんですよこれ、日本人を。だからほんとしょうがないでしょこれね、ダメになるに決まってますよ日本で。あの何ですか、あのテスト勉強ばっかりよくしようとしちゃって、だからそういう何ですか、こう数学とかそれこそパソコンとかね、いろんなことはこうできる人はできますよ、だけどもうその裏で何やってるか分かんないです。だからこれね本当にあのいろいろそういう何つうんでしたっけ、ハッカーっつうのもね、いいハッカーと悪いハッカーがいるみたいですけどね、うん、まあよく分かんないですけどね、そういうもう、ダメです本当に、前にねこう東京大学にしたってね、ね早稲田慶応だって和田さんでしたっけ、なんかいろんな人出てますし、で一人の女をね回しちゃうんですね、そんで男どもはね酒飲んでたから合意の上だなんて言ってんですね、それがこう官僚とか政治家とかね、大企業と経団連のね、もうありとあらゆるところに散らばっていくわけですよ。それで
そいつらはこうあれですか、ありとあらゆるこの洗脳の方法を持ってますから、で力も強くてね、勉強もできて、そんでこう抑えちゃうんですね。それでこう日本って国をね、大体これ一時期はね、今は収まったのかどうか分かんないですけど、アダルトビデオのね、写真集のね、雑誌がね、コンビニにね、こう置いてあること自体アホですよ。まあ、それをね、何とも思わない、コンビニ店員も言いなりですから、もうその、本部のね、その何て言うんですか、こう何て言いましたっけ、階層社会ですから、だからもう女の人がね、平気でこうエロ本ですか、こうね、すごいどぎついのをね、こう置いてるっていう、でこう立ち見 OK でね。まあ、袋閉じとか、まあ、何ですか、紐で縛ったり、そういう SM チックって言うんですか、紐で縛ったりね、踏んづけたりね、そんないろんなね、ことやっちゃってるわけですよ。本当にね、だから新型コロナワクチンとかね、東京オリンピックとかね、何やっても危ない方向に行っちゃうんですね。だって、まあ、ね、他の国もそうなんでしょうけど、避妊具とか配っちゃうらしいですから、オリンピックの選手村っていうのは、いかにね、どうしようもないか、まあ、それのコマーシャルなんでしょ、これね、なんとかゴム会社とかね、O さんとか S さんとかあるんでしょ、ゴム会社ね、ゴム会社の社長、しっかりしろよ、バカ野郎っつうんですよね、お前ら、最初はあれですよ、なんかピルなんて薬もね、なんかバカな女どもが言ってますけどね、強姦された後に飲むなんとかピルとかあるらしいんですけど、そんなことやってないで、この男も女も尊敬し合える社会にしろっつうんですよ。で、女がダメだから、女も男と同じようにしろっつったら、余計世の中悪くなりますよ、うん、男が女を悪くして、女が男を悪くしてきたんですから。男女なんか格差があったって何があったっていいんですよ、尊敬し合ってれば。だからこうね、いろんなこう仕事だってこう賃金格差とか言ってね、そんなこう、だからこう今回もね、この浅見光彦シリーズになっちゃったんですけど、沢村和樹って言ってましたけど、沢村一樹なんですね。なんか本名はゴンゾーさんじゃないですけど、なんかすごいね、なんかひよこでね、記憶喪失のお父ちゃんやったような名前でね、ほのぼのとしてるんですけど、その名前でね、モデルやってたんですね、メンズクラブかなんかの、すごい かっこいいでしたね、逆にね。沢村一樹っていうのはね、一樹一樹じゃダメですけど、やっぱり飲んで死んじゃったりしますからね。でもね、農民一樹みたいなものもね、なんだかこう、有馬稲子さん、真中ひとみさんがね、これヒロインなんですけど、こっちまちこって名前に変えてたんです、知りませんでした。で、ここにほくろがあってね、で、真中ひとみさんつったらね、これ女優よりもね、やっぱりこれニュースステーションだったんですか、久米宏さんのね、久米宏のニュースステーションのスポーツキャスターがなんかやったんですね、お天気お姉さんでしたっけ、スポーツキャスターですよね、あれがね、ウィキペディアで実は調べたんですよ。だからスポーツキャスターだったんですね、どっちかなっちか忘れちゃいました、どっちかどっちかが忘れてましたけど、スポーツの方だったんですね、お天気お姉さんだったような気もしたんです、違うのかな、2年間くらいだったんですね、でも強烈なインパクトだったんですね、真中ひとみさんが今名前変えちゃったんですね、でもね、殺された役で津川智美さんっていう人も1976年くらい生まれの人で、まあ、真中ひとみに匹敵するフライじゃねえくらいの、だから私下も回らなくなっちゃってますから、何言ったってこれ無実ですから、そういうふうに裁判になってますから、おかしな人間はね、精神的におかしな人間っていうのは無実ですから、罰せられませんのでね、まあ普通逆っぽいですけどね、だからって私を罰してくださいと言ってませんけどね、それこそね、 SM の M になっちゃいますからね、まあ S と M っつったら、だって磁石は何でしたっけ、S 極と M 極でしたけど、もう忘れましたけど、まあその程度の人もいれば、科学技術でこうね、こうどっかまでこう飛んでて戻ってきちゃうこともできる人もいたりするんで、それじゃああまりにも格差が生じるから、誰でもできるようなリラックスした生活もできて、だ憲法が悪いですよね、勤労の義務なんてあるから、勤労しなくても
いい人はしなくてもいいんですよ。だってだから天下りなんか月に一度くらいね、1時間くらいこう 見回って、じゃあねとか言って、何百万も何千万ももらっちゃうようなやつも出るんですから。だから憲法の勤労の義務は削除ですね。憲法は早く変えた方がいいです。あと24条も家族を大事にして、離婚するなって、書いてほしいですね、それであと不倫するなって憲法に書くべきですよ。憲法レベルですよこれは、で家族を愛するとかね、あと自衛隊は9条に書くべきです。あれだけこういろんなことをしてもらってね、で相手が来る前にやっつけちゃえのつうのは当たり前なんですから。これアメリカが日本が強くなりすぎるためにいろいろこうもじゃもじゃやっちゃって、で解釈なんてね、解釈でどうにでもなんだったら書き換えちゃえよって言うんです。だから憲法五権とか言ってる人たちが天皇陛下バカにしちゃってね、象徴って言って敬えって書いたのに、もうひっちゃかめっちゃかですよ。本当にバカとしか言いようがないですよ。憲法を守れっつう人間もな何やってんですかあれね。憲法は改正するべきですよ、バカ誰が。憲法五権とか言ってね、自分たち正義だとか思ってる連中に限ってね、なんだか裏で何やってるか分かんないですからね。で自民党はね、表でも悪いことしてますからね。もうどっちに行ったってどっち転んだってダメなんですよ、この国は。もうダメ。まあね、でこれはね、グループがあってね、なんとかグループ、白なんとかグループでね、で会長がね亡くなられちゃったっすけど、誰だっけな、これ高松秀夫さんがね演じてんですよ。高松秀夫さんっつったらあれですよ、柔道一直線のね桜木健一の師匠ですよ。そんなのにね、なんかね、でその子供がね、なんすか、結局ね愛人とか二号とかね、妾とかなんだか分かんないですけど、なんかそういうフリーセックス的なね、的なじゃないです。フリーセックスっていうのはこれ日本で言うと何ですか、自由性交、多様性性交、レインボー性交ですか、そういうのを二次成功、成功は二次、ボーンボーンじゃないですよね、0.0001 秒の差とかね、そんな感じですかね。そういうののまあね、高橋源太郎さん出てました。やっぱりこのね、お約束の手のひら返す、こう兄貴がね警視庁の局長だっつったら、こう浅見ね光彦こう怪しいとか言ってたのに、あ先生になっちゃうね。まさにね、そういうこう日本の一面をね、高橋源太郎って言ったらだってうっかり八兵衛ですよ。だ TBS ですよやっぱしね。でこのお約束やっぱり王道ですね、TBS の王道ですよ。月曜ミステリー劇場、なんかこうクロワッサンみたいなね、月がこうなんかこうね、なんかこう光ってない月がね、こうなんかね、月も土ですからね。で石橋保つ、石橋保つがね、やっぱりこうこの人はね、だってあれですよ、こうなんだっけな、ちゃんちゃんちゃん、ウォ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 、愛する人のためを、ティツザズニフィオフィアフレフィアファンファンですよ。悲しみは雪のようにですよ。ね、石橋保つ、に出てましたよ。なんつったかな、こうね、江口洋介とかね同い年ですけど、あと何ですか、チョロでしたっけ、なんか息子もね活躍し始めたね、なんか企業に殺されちゃうつか自社自社ね、なんだろう、誰でしたかな、忘れました、石忘れました。そもそもタイトルをさっきまで覚えてたんですけど忘れましたから、愛という名の元にか、鈴木保奈美とかね、鈴木保奈美もしょうがないしね、あれもね、石橋もね、なんだかね、なんだかわかんないですけど、ビートたけしよりはマシですからね、でもね、だから渡辺正行で出来ましたね、コーラを一気飲み、ペプシですか、笑っていいと思うでやったんですか、こうね、こうバーってね、すごい速さで飲んじゃうんですね、こう腰に手当ててね、で剣道ね、こう剣道の石橋じゃねえ、渡辺正行、コント赤信号のリーダーですよね。あと宇梶武さん出てましたね、
こっちはね、あれです、ブラックエンペラーですか、この大変な人ですよ、この人はもうな、この本当に本当にね、肝っ玉座ってなきゃできませんよ、これリーダーですよ、これ宇梶さん、宇梶隆さんね、宇梶隆さんすごいですね、宇梶さんね、宇梶さんはすごい、宇梶さんですよ、だから宇梶さんがなんか老人ホームのね、優しいこうね、トップになった、その上の会長が高松秀夫さんですよ、でその奥さんがね、誰だったっけな、誰だったっすかね、出てない、有馬猫さんね、びっくりですね、これ何ですか、あの履歴書なんですか、新聞のね、高い新聞のね、朝日と並んでね、なんですか、日経、あれの私の履歴書にも書いてあるんですけど、映画監督のね、東京オリンピックですよ、それも、東京オリンピック一つ前のね、1964、5年の昭和39年の東京オリンピックですか、あれの監督ですよね、あの撮影記録監督の、記録映画の、あれと不倫して堕退してるみたいなのね、言っちゃうんですね、市川君もしょうがなかったですね、表でね、綺麗なことをね、やって映像美残して裏じゃんね、そんで有馬猫はなんすか、よろずは金之助とも離婚してるんですか、これ結婚してもね、でも子供できなかったですね、2回結婚してもね、だからでもね、ばあちゃんになっても美人だったんですよね、感じの品のいい、ね、有馬猫ね、有馬猫でももうこれね、で一方ね、アイスからレギュラーでね、その村井邦夫と沢村一樹のね、兄弟のね、あの 刑事局長、警察の局長と、わかんないけど、このルポライターのね、浅見光彦のね、加藤春子さんがやってますからね、なんかね、味噌汁って感じですね、かなりいい加減なこと言ってますね、あとそんな感じだったんですけど、あと江原慎二郎さん、白い歯っていいなーですね、野添ひとみさんじゃないよ、違う違う、野添ひとみじゃないよ、誰だっけな、野添ひとみはまた別の人ですよね、あの誰だっけな、土屋香織、懐かしいですね、そのお母さん誰だっけな、ここね、ちょっとね、ちょっと これね、これでこう、ちょっとカンニング竹山もね、まあなんだか誰だっけな、書いてないっすかね、これね、これここら辺でね、コメッツ映画、今すごい今井正監督のね、コメッツ映画ここら辺なんですけど、出てた主役ですよね、若い頃に江原慎二郎さん、この江原慎二郎さんの息子さんはね、事故で死んじゃったんですよね、これ白い歯っていいなのね、そう、中原ひとみでした、奥さんね、野添ひとみの方はあれですか、これ川口博史とかあっちの方の関係ですか、川口明とかね、あっちの関係かな、白い歯っていいなで4人で出てた、父親香織もね、一時期こうね、こうアイドルっぽい感じで出てましたけどね、まあ、そんな人たちが出てる、やっぱりね、この何ですか、異母兄弟みたいな、愛人に産ませちゃったこともとか、そういう確執ですね、ところがそれもまたまたこう複雑なね、実は自分の子じゃないみたいなことで、それでそので江原慎二郎の弟が有馬猫の子を宿して、それが、そのあれですよ、すごいものすごい宇梶さんだったりね、そんで真ん中ひとみもね、こうね、こう偶然こう浅見光彦と会ったりしてね、だけど宇梶のね旦那の方にこう行ってしまって、浅見光彦はね、この宇梶さん演じるね、誰さんとね、幸せにって言って去るっていうね、そういうことですよね、だけどこの誰だっけな、この津川智美さんって人ですか、最後ひどかったっすね、これね、こう土の中でね、埋もれさせられて、こうやってね、こう何年だっけこれ、2005年の時ねのドラマですけど、だから今から16年前くらいですか、そうなんですか、16年で、今私54になるとこですけど、今53歳なんでね、まだかろうじてね、
53-16の頃ですから、だからこの沢村一樹もそうですよ。だって沢村一樹と誕生日近いですもんね、だからね、その人ね、女優さん、これだってこう土かぶせられて本当にこう死んだ役でこうやってこう顔かき土でかき混ぜてたらこう真っ青に出てくるんですからね。これをだからあのアホな女の方々、このテレビドラマでも女性差別だって言ってみてください。本当にバカなんですから。だから女もバカ、男もバカ、それがジャパンなんですよ。エキゾチックジャパンなんですよ。ヒロミ号なんですよ。リーなんですよ。ろくなことになってませんから。で松田聖子なんですよ。涙が出ないのに泣いてんですよ。ろくなことないですよ。マッチでーすですよ。で秋名がね、本当にかわいそうに、本当にねえ、おかしくなっちゃったのね、マッチでーすのせいですから。本当にもうろくなことないじゃないですか。ヤマピーにしたってね、ろくなあれないじゃないですか。話がバカ野郎ね。まあこれでもね、殺されないっていうか、こう私ね、でももしも私が死んだら暗殺です。いろんなね人たちが言ってましたけどね、あの原発反対とか言ってこ、突然急病で死んじゃったとか言ったらね、暗殺ですから。私もね、こうこれだけ言いましたから、暗殺、あのもしも死んでしまったら暗殺なんてね。で誰かは分かんないですけど、ちょっとメッセージでね、どっか残しておきますね、それくらい日本って国は男も女もバカなくせに、ダメになっちゃったくせに、悪者ばっかりになっちゃったくせに、何が男女平等だ、あのLGBT だ、あのそんなこと言ってる場合じゃねえだろっつったの。これ異性婚者になりたい人がなれないですよ。だって女が援助交際とか枕営業とかアダルトビデオ女優とか不倫とか、男引っかえ特会とかで両党使いですよ。バイセクシュアルなんて、 LGBT の B なんて、女でも男でも一人の人愛してれば同性愛なんかしなくたっていいでしょ。それバイセクシュアルなんて本当に何考えてんだよボケ。 BB ですよ、本当に BB だよ、本当に。